と余談ですが、東京、オリンピック・パラリンピックの、聖火ランナーに応募しました。今回ですね、日本国内でオリンピックがあるということで、僕が生きている中でこれから人生、あと1回オリンピックがあるかどうか分かりませんけど、いつかはオリンピックに何かしら、参加または貢献したいなと思ってたので、今回は、聖火ランナーというそのチャンスがありましたので応募しました。なんとかですね、当選したいな。はい、こんにちは、福里武史です。イエーイ。ということで、そうですね、嬉しい報告がありました。聖火ランナーになんと決定しました。はい、ということで、そうですね、聖火ランナーということで 200m ほど、走りますけど、その 200m でなんとか世界記録を目指して一歩一歩、みんなの思いをつないでいきたいなと思ってます。とりあえず聖火ランナーになりました。皆さんどうもありがとうございます。2020東京オリンピック頑張ります。皆さんこんにちは、こんばんは、ジュピノリです。2020年東京パラリンピックオリンピックの聖火リレーメンバーが発表されました。その中でジュピノリなんと選考に選ばれませんでした。選ばれなかったよ。悔しい、悔しいよ。選ばれたかったよ。沖縄を聖火持って走りたかったよ。悔しい、悔しい。984、悔しい。ロージア愛したりしないるらしい。悔しいよ。そもそもですね、今回、YouTube 福チャンネルのメンバーであります福田さんは選ばれたんですよね。これはですね、こういう聖火リレーの募集があるよって僕が言ったから応募したんですよ。福田さん、これがなかったらね、通ってなかったかもしれないし。まあでもね、選ばれた面々見ますと、そうそうたるメンバーで、具志堅用高さんとか、千葉なクララさんとか、あとはガレージセールのゴリさんとかね。まあそうよね、全国区のねタレントさんだしね。まあ僕はねローカルのね売れない芸人だから、いえ誰が売れない芸人よ。悔しい。でもここは気持ちを切り替えて、福田さんがね、聖火リレー走りますので、その模様を僕がねレポートできるっていうことですからね、ポジティブに考えたいと思います。福田さんおめでとう。